はい、皆さんこんばんだ。レッツゴー動画部部長の遠藤です。レッツゴー動画部400人記念ライブ動画ということで、同じ時間でちゃんとですね5日間連続で撮りましょうっていうのをですねやらせていただいております。今ねデイ3になったんですが、こちら、話が上手くなるための近道とはっていう話を今日はしていきたいと思います。で、私何かとですね時間にこだわる人で、遅いのと早いのだったら早い方がいいじゃんって思うタイプなんですよ。だからできればみんなにスピーキングね、ライブ動画撮るにしても、どっかで登壇するにしても、コンテストがあるにしても、スピーチをするにしても、何でもそうなんだけども、セールスにしても早いくお話が上手くなってくれたらいいなと思って、今日はこんなお話をしていきたいと思います。でやっぱお話上手くなりたいっすって思う方いらっしゃると思うんですが、みんなお話上手くなりたいですか？で、みんなが一体どこでお話をするかっていうのは、まあ、みんな次第なんですけども、全般的にお話が上手い人っていうのもがあって、で基本的にオーソドックスで上手い人はどこで喋っても上手いんですよ。で、得意不得意はあるけれども、最低限のレベルをですね達しているよっていうのがあるので、でじゃあどうしたら上手くなれるかっていうのをそろそろ話していこうと思います。お話が上手くなりたいっすっていう人はここに注目。はい、耳です。耳なんですよ。耳を大事にしてもらいたいなと思って。でなんで耳なのっていうと、みんなさ、これは超なるほどなと思ったからお伝えするんですが、お話をするのに上手くなる順番っていうのがあります。話すのが上手くなるためには、その段階を経ていく必要があるっていうことなんですよ。これね、遠藤が英語をねお勉強しようと思った時に英語の先生が言ってたやつがあるんですけれども、4段階あります。何かわかる？みんな何かわかる？話すのが上手になる順番で、私はこれね英語の先生から教わったんだけども、日本人って英語を学校で習ったけど上手くならなかったじゃん。まあ上手くなった人もいるかもしれないんだけども、私はね全く上手くなってないんですよ。全く喋れない。で、学校でやってたやつって何だったか思い出してごらんって言われた時に、読み書きだったじゃん。英語の授業って文法やったりとか、あとは読む、書いてあるやつを読むみたいなやつがあったんですけども、全く上手くならなかったよって思ったら、先生もそりゃそうだって言ったんですよ。え、そりゃそうだってどういうことなのって言った時にこれを教えてもらいました。それがこちら、じゃん。はい、話が上手くなるには順番があって、それは聞くことから始まりますって。聞いてそれを真似てお話しして、で読み書きとかするんだったら読んでみる、そして書くっていう順番になるんですよ。ところが皆さんどうですか？お話が上手くなるためにみんながやってるやつって何？本読んだり書いたりするのって後なの。だから卓上の勉強をしていても話せるようになるかっていうと、話せるようにはならんのよ。わかる？すごい納得しない？これ、うわーそうじゃんと思って、でそれから私は英語で話せる生徒さんがいるん でその人たちに聞いたの。何をしたっつって、どうしたら英語話せるようになったのって聞いたら、やっぱりこっちをねやってる人って誰もいなかったのよ。最初は英語の洋楽聞き流しだよとか、英語のテレビを、聞くことだよとか、あとはもう外国人の彼氏を作るといいよって、でここがもうできるようになるからって言われたのよ。やっぱそうなんだと思って、じゃあこれもしかしてスピーキング、お話の仕方でも同じことを言えんじゃないのって。それはもうみんな日本語喋れてるじゃん。日本語喋れてるけれども、うまい日本語を喋ってる人に会ってないのよ。なのでまずは
みんながやらなきゃいけないこと、もしお話しするのが上手じゃないって自分が思ってて、もっとお話上手くなりたいって思ってるんだったら、最初にやってほしいのは上手な人の話を聞けってことなんですよ。上手な人のお話を聞きに行く。まずは耳で覚えるの。あ、リズムってこうなのかなとか、このぐらいの速さがいいのかなとか、この人滑舌がすごくやっぱりいいなとか、なんてこの人話の流れが上手なんだろうかとか、とにかくいいものを耳で聞きましょうって。で、英語とかでもそうだと思うんですけども、あの訛りがありすぎる、これはあの方言の人のことを言ってるんじゃなくて、例えばお話が上手じゃない人の話をずっと聞いてるとどうなるかっていうと、その下手なのが映るのよ。意味わかるかな。なので私は上手い人の話を聞きに行った方が絶対にいいと思います。そうじゃない？だっていつもさ、お話がぐちゃぐちゃしてて何言ってるか分かんない人と一緒に話してると、その喋り方とか映るのよ。近くにいっぱいいたりとか、いっぱい聞くと、だって耳から入っちゃうんだもん。でそれを覚えて口で喋るんだもん。だから上手い先生、話の上手い先生のところに行くとか、話が上手い人の話って YouTube とかでいっぱい転がってたりとかするのよ。上手い人を聞くっていうのはすごく重要なことだと思います。なので上手い人の話を聞きに行ったらいいんじゃないかなと思うんですが、でもみんなさ、思わない？上手い人の話の上手い下手がまず分かんねって。そこで今日はお話を聞くときに何ができてるかっていうのをジャッジするときに必要な、今日は一応4つだけお伝えします。他にもいっぱいあるけど今日紹介するのは4つだけ。これはすごく大事だから、これを考えてその人の話を聞くといいですよっていうことです。で、一番最初、話の流れがうまいかどうかなんですよ。だ、何言ってるか分かんないってしたらダメってことよね。話の流れ、あ、こうやって入ってきて、こうやって最後落とすんだ、腑に落ちた、うまいってやっぱり思う人いるわけじゃない。で、落語家さんとかもそうじゃん。こう入ってて最後落ちがあってめっちゃうまいとか、あ、今回の教訓はこれだったとかさ。で、2個目、共感です。共感は、うわー、その気持ちめっちゃわかるっていうのが話が上手い人は必ず入ってます、絶対。で、全く共感しなくってスコーンって話が終わっちゃったやつは、その人は私から言うとあんま話上手くない、あー、この人共感苦手なんだなとかっていう見方をします。全部が下手じゃないよ。でも一番はここね、話の流れができてる人がまあ最低ランクで、その上で共感力がすごくある、話ができる人で、メッセージっていうのはその人が伝えたいことが今日一体何なのかが分かったってことです。しかもズドーンってくるのが一番うまいね、上手だね。で、一番最後ちょっとテクニカルなんですが、頭とお尻っていうのがあるんですよ。これって頭で最初に言ったことをお尻で回収できてるかっていうのがあって、あ、ちょっと言い方難しいな。じゃあ例えばタイトルを言うじゃん。今日は私の場合で言うと、話が上手くなるための近道とはっていう話じゃん。だからこれをやったらあなたが話が上手くなるのの必ず近道になるんですよって最後に言ったら回収できてるわけよ。そうだよねって、その話聞いたんだもんって。だから頭で言ってることと最後が一致してるかどうかです。たまにこれ一致してない人とかいるんだよ。だから何の話だったんだっけみたいな、あれ、なんか最初と言ってること違うなみたいになっちゃってる人がいるんで、4つぐらい他にもあるんだけど、まずはこの4つを見ていくといいです。じゃあ具体的にそれって、まあ、どんなやつなのっていうと、話の流れっていうのは、まあ、構成って言われます。話の構成の仕方、まあ、難しいこと言わなくていいです、話の流れって覚えてください。まあ、聞き心地が良かったか良くなかったかですね。で、共感は共感、そのまま腑に落ちるかな、腑に落ちる、私その気持ちめっちゃ分かりますって言って感情輸入できたかどうかってことですね。で、メッセージなので、その喋ってる人が最後何を伝えたかったかっていうのが分かればいいです。分かんないっていうことは、お話結構うまくないです。何言いたかったんだろうこの人ってなっちゃうやつね。で、最後は頭とお尻の回収、最初で言ったことと最後で言ったことが違ってないかな、この4つらへんを見てるだけでもすごくわかる
と思います。例えばじゃあもう全部できなくていいや、4つだと忘れちゃうからね。じゃあこの人の話は流れがとても上手だったとか、この人は共感がすごく上手だったとか、この人はメッセージがすごくズドンときたとか、この人は頭とお尻の回収はできていたとか、なんか一個ずつでもいいから誰かのお話を聞いた時にここら辺をちょっと見てみようっていう見方とか聞き方だよね、耳なんで、聞き方をしてみるとその人がまず上手いか上手くないかが分かります。もしくは得意か得意じゃないかとかあるのよ、その人がね、あの話の癖とかもあるし、うん、キャラクターでやってる人もいるし、表現力だけ上手い人とかもいるのよ。でエピソード、要はあの共感の部分だけ上手い人とかいるのよ。で他結構ボロボロだったけどメッセージだけすごい伝わる人もいるのよ。で頭と腰の回収が惜しかった人とかいるのよ。で全体の流れは綺麗だったとかいう人もいるのよ。なのでそういうのをねちょっと見ていくとすごくいいんですよ。分かったかな、できそうかな。なので例えば Facebook ライブ動画ね、皆さん撮ってたりとか撮っていらっしゃる方がいるじゃない。でその人にその人のを見てみて、この人の話の流れってどうかなとか、この人の今の話共感できる部分あったかなとか、この人の話って結局何が言いたかったんだろうとか、この人頭の後で回収できてんのかなとか、いっぱい動画転がってるからやったらいいよ。そしたら、あ、この話うまいな、聞きやすいな、上手だなって思った人の動画を狙って聞いたらいいじゃんっていうのがあります。というのがあるので、これはめちゃめちゃおすすめです。ちょっとレベルが高いかもしれないんですが、あのお耳をね上手に聞きましょう。上手い人の話を私は聞いてもらいたいと思うんだけども、その上手い人の話っていうのはこういうのが完璧にできてますとか、もしくは突起してすっごいここの部分が上手いっていう人がほとんどです。なのでこれを参考に上手い人の話っていうのを、見てみるといいかなと思います。下手な人のお話をずっと聞いててもいつまでたっても上手にならないからね。で聞いたら真似て喋ってみるのよ、次のステップは。でもまず聞かないと分かんないから、まずは聞くっていうことからスタートしてみたらいいんじゃないかなと思います。では今日はこんなところでおしまいにしたいと思います。はい、じゃあまた明日ですね。ではまた明日の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。